こんにちは。今日はコペンのボディ補強をやりました。コペンのボディは車の底にこうした X 型のバーが補強で入ってまして、この赤いやつですね。これをさらに補強をする形でこの青枠のパーツを新しく組み入れました。で、使ったのは建築部材なんですけど、羽子板ボルトというやつを買いまして、これを高ナットとナットを組み合わせて使いました。まずは自分の描いた図面通りに長さができているか紙見ながら一生懸命確かめてます。メジャーでもう一回穴と穴ですね、いわゆるボルトとボルトの間の長さを測ってその通りになってるか見てます。で、ちょうど高ナットのところをまあ緩めたり、締めたりすることで長さが調節できるんで、まあこれ考えた人は偉いなと思いますね。今錆止め剤を中に注入してます。外側はシャーシブラックで塗ったので、まあそんな簡単には錆びないと思うんですけど、中が錆びるといけないんで錆止め剤塗ってます。で、最後ナットのところにも錆止め剤を塗っております。で、実際の取り付けなんですけど、この X のバーの青線のところに1つ、別の角度から見るとこの部分をつないじゃいます。で、まずもともとついている補強のバーを緩めていきます。これ前の方ですね。で、後ろの方をじゃあ外そうとしたんですけど、ちょっとここで問題発覚。これコペンあるあるなんですけど、フロントの補強バーの後ろ側ですね、ちょうどボディの真ん中ぐらいにあるボルトの頭がだいたいコペン車高が低くて、いろんな段差とかで擦ってるみたいで、私のもご多分に漏れずボルトの頭が潰れてまして、ソケットが入らなかったです。で、今一生懸命ヤスリでその潰れちゃったところを削ぎ落としてます。これでまあ綺麗な六角にしてはまる。で、なんで口がこんなへの字になってるかはちょっと不明です。あ、入ったみたいですね。グーグーとか言って喜んでますが、で、晴れて緩めることができて外しました。これやっぱり大事なパーツみたいで、ネジロック剤がべったり塗ってあったので、これをワイヤーブラシで取りまして、まあ、新たにネジロック剤を塗りで、はめていきます。まず後ろ側はめてですね、これは肝心な時使おうと思ったツールが遠いところに置いてあって、すごいイライラすることがあると思うんですけど、あるあるだと思うんですけど、で、後ろ側を先に締めて、前側もネジロック剤を塗ったものをはめ込んでいってます。で、ある程度締めたら、トルクレンチで61ニュートンメーターぐらいで、確かだったと思うんですけど、割と強めですね、締めていきます。で、最後ですね、この2つの羽子板ボルトをつないでるところを締め込んでいきます。まずボルトのところにネジロック剤を塗って、それから真ん中をモンキーレンチで固定して、スパナでギュッと締めてます。まあ、このおっさんのため息でいかに力が入ってるか分かっていただけると思うんですけど。で、もう一本後ろの方にも付けたやつは高ナットが2つつながってるんで、こういうふうに
まあ、連結する形でやってます。まあでもかなり強めに固定できたんじゃないかと思います。実際乗ってみるとすごくかっちりして、車内のギシギシ音とかすごい減りました。乗り心地もすごいかっちりして、かなり満足のいく DIY になりました。以上でボディ補強の回終わります。今日もご視聴ありがとうございました。